はい、皆さんこんにちは、タボッパです。今日はですね、ちょっとね違うアングルからちょっとねお伝えしてるんですけど、今日はですね、なんて言うんでしょうね、商品レビューと言いますか、食レポと言いますかっていうのをねちょっとやっていこうと思いまして、先日ですねテレビを見ていたらですね、有名なマツコデラックスさんもね、大絶賛していた、ね、商品がありまして、それがですねどうもちょっと気になりまして、実際食べてみようかなということでね、今日ね撮影しております。でその商品がですね早速買ってきました。ズズ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 ズ食べたことありますよという方もね結構いると思うんですけど、なんとですねそこにですねこちら、じゃーん、この納豆を混ぜて食べるとまた絶品だと、あのマツコデラックスがおっしゃってましたので、実際にね、ちょっと気になりまして僕も。なのでちょっと今日はねやっていこうかなと思います。ということでまずね、僕ねこれ食べたことないんですけど、こちらねまず普通に今こちら、作っていきます。ではねお湯沸かしていきます。はい、今ですね、これですね蒙古タンメンが出来上がりました。5分待たなきゃいけないですね。で最後にどうやら召し上がりの直前にこのオイルを入れそうなので、まずね入れていきますね。よいしょ、はい、今なんかこんな感じですね。初めて食べるんだよこれ。ちょっとでこのオイルを入れて、うわ辛そう、ではまずね僕食べたことないんで、一度普通にねこの蒙古タンメンをね試食していこうかなと。どんな味かだけね。ではいただきまーす。うわ、うん、すごい匂い。ではちょっとねいただきます。あー結構辛いねこれ。あ結構辛いな。いただきます。うん、結構辛いけどあったまるね、この時期にはあったまります普通に。あでも結構辛いかな。辛いの苦手な方にはちょっとダメかなと思います。うんうん、でも美味しいね普通に。ではもうちょっと食べようかな、せっかくなんで。うん、おいしい。あんまり僕こういうカップラーメンとかですか食べないんですけどね。うん、おいしいね。辛くて美味しい。ではこの今から早速この納豆をですね入れていこうかなと思います。よいしょ、納豆。
で、あの付属のつゆとかはあのまあこちらラーメンの方にあるので、なんか入れなくてもいいですよ。置いてきます。じゃあね、まず納豆を混ぜて、では入れていきます。これをこちらに。うわどうなるんだろうね、これ、まあ、ドボンと全部入れちゃいます。うわすげー。はい、今ねこの感じで納豆が入りました。ではね、ちょっと混ぜて、うわすごいネバ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 になってきた。はい、今ねこんな感じでなりました。ちょっとなんか汁が糸を引く感じですね。見えるかな。はい、ではねこれをいただきます。さあどうなんでしょうか。緊張の一瞬です。いただきます。あ、でも正直な話、辛さが、うん、マイルドになるのかな、納豆のあれで、納豆のあれ、納豆の何ですかね、風味とかで。ちょっと納豆、この納豆ねちょっと食べてみます。うん、言うほど辛い、言うほどでも納豆のそのなんていうんですかね、香りはそんなしないですね。うん、でも普通に、あ、美味しいかもねこれ。うん、うん、なんかちょっとこの麺を吸う時のなんていうんですか、納豆の粘りがなんていう、とろみが、スープにとろみがついた感じで、ちょっとあの若干麺にもスープがすごい粘り気でそのくっついてくるっていうんですかね。うん、うん、まあでも普通に美味しい、美味しいけど、ぶっちゃけ美味しいんですよこれね、美味しいんですけど、ぶっちゃけ僕はね、ラーメンと納豆は別々がいいと思います。なんて言うんでしょうね、その変わった感じでね、美味しいんですけどね、やっぱ納豆とご飯が一番でしょということですね。ではね、もうあの残り少ないんでね、あとこちらは全部ね今から いただいてきます。ということで本日の動画は以上です。もし興味を持たれた皆さんは一度やってみる価値はあると思います。ということで以上です。バイバーイ。